はいみなさんこんにちは今日もまたまたアフィニティデザイナーの勉強をしていきましょうサムネイルにもありましたように今日はですねマスクの達人になってみようということでやっていきたいと思いますマスクって言葉わかりますでしょうかマスクというのは写真などをある図形で形を切り抜いて そしていらない部分を排除して写真などをかっこよく目立たす機能ですでは早速やっていきましょうファイルから新規を作成しますサイズは今日はどうでもいいですので 必ずアートボードを作成というのにチェックを入れて作成をします。ここに写真を入れてみましょう。写真は前回の動画で勉強しましたストックを使ってみましょう。ここで花と入れてみましょう。はい、このように出てきました。まあ、この画像は何でもいいです。 ストックから入れなくても他のところからでも大丈夫です。このようになりましたら、前回ですね、マウスのホイールがこのように拡大縮小ができるようにしていますので、これで全体を見えるようにして、ある一定ぐらいに収まるようにこう配置しましょう。写真は本当に何でも大丈夫です。そして、 この中の一部分を活用したいようなとき、丸で切り抜いてみましょう。丸を押します。そしてここで丸を書きます。まずは適当な位置で全く大丈夫です。そうしましたら、この右にレイヤーが見えています。ここでレイヤーが見えていない人はこのようにしましょう。 そしてこのレイヤーを動かしたいような時にはこれを押しながらこうやって引っ張ってくるとウィンドウが別にできますこういう風うに特定の作業をするときは切り離して使うのもとってもいいと思いますそしてこの画像の方をマスクしたい図形の方に引っ張るだけで OK です 載せまますすとこのようになりますそうしましてこの図形の方を選択するのは楕円という方の中に小さな三角ここですねここがありますのでここを押すとこのように中身が見れますそして写真の方を選択しますとこれで写真が選択された状態になりますここで サイズを変えることによって見え方が変わりますが切れるとこのようになりますのでご注意ください今のように横を広げると等倍じゃなくなります角を持って動かすとこのように等倍で動きますこれがマスクの基本的な 考え方ですはい次にこちらの写真を持ってきましたこれもサイズをアートボードの中に入るようにしましょう先ほどやりましたようにマスクする画像というのは丸や四角だけでなくってもいいですどういうことかと言いますとペンツールを持ちましてそしてベジェの曲線を描きます 最後は書き始めた点のところでクリックをしますがここでも最後のカーブがどうなるかというのが決定づけられますので押してからこのように方向性を見ながらカーブを終わらせてくださいこのようにできましたわかりにくい時は塗りつぶしのところで適当な色をつけると自分の書いたベージュ曲線が よくわかります。そうしまして、先ほどと同じように、この画像を図形の方に入れますと、これでマスクが完成しました。ちょっと元に戻します。今度は少し高度なテクニックをやっていきます。ベジェ曲線を描くっていうのは、初心者の方はとっても難しいと思うんですけれども、 皆さんももし今のような画像じゃない場合どういうことかというとそうですねこのようなものであったらちょっと今日練習するのには細かすぎますのでもう少し単純な図形の方がいいんではないかなと思いますやりやすい画像ってどんなのと思うと思うんですがそういう方はここで iPhone とでも 売ってくださいすると、このように iPhone の図形が出てきます。その中でもわかりやすいといえば、こういう四角いものですね。ちょっと手の部分は別としまして、形が角丸四角と言ったらいいんでしょうか。こういう単純な図形を探してみてください。こんなものでもいいですね。こういうような図形を探してみてください。 ただし僕の方はこのようにちょっと皆さんに勉強してもらうのにわかりやすい要素がありますのでこの図形でやっていきますこれを形に切り抜く方法ですもちろんこのペンツールのベージェ曲線を使っていきます視点をここからスタートしますその時に今回はここのスナップツール これをあえて聞かさない状態にしてください。それの方がうまくいきます。じゃあ、ここからカチンと押しまして、そしてまずはここまっすぐですね。線を描きます。そして下の方にします。この三角の起点のところにします。この辺までやった時に、 ちょっと自分の書いたのが分かりにくいなと思ったら後からでもいいです。ここで線の色を変えることができます。赤にしておきましょう。そうしまして線も少し太めにしておくといいかも分かりません。線の太さをこのように太くしておくと分かりやすいですよね。こういう応用も勉強してみてください。そうしましまて この点から続きをやりたいと思います。まずこの上に線を描きます。そして下の方に行きます。今のところまっすぐな線ばかりで描けてますね。そして水平に移動させるためにシフトを押しながらカチンとまた押します。また上に上がります。このようにここまでは行きました。次ですけれども 今度はカーブが少し難しいです。こういう時は、まずは方向性を出しますが、こうしましたら、前のところまでが変な形になってしまいます。そういう時は、慌てず、コントロールドで戻ります。そして、この点を、オルトキーを押しながら、カチンと押します。そうしましたら、このように、 後ろの方向性は変えずにですね、少しこのようにカーブを作れます。そしてちょうど合うカーブにします。次のポイントも押しながら、後ろも見ながら次の方向性行く場所ですね。それを書いていきます。次はこちら。 そして若干、ああ、ここちょっと間違ったなと思っても、その程度でしたら続けてください。そして、次のところに行きます。はい、カーブのとこ、なんとか行けましたね。そして、ここで方向性を変えたいですので、先ほどやりました、折るとき。 を押しながらこの点をクリックしますそうしましてこの最後のところですねこれも角を立てたいので Alt キーを押しながら最終点と結びますはい、このような図形が描けましたちゃんと図形が描けてるか見るときは塗りつぶしの色を適当な色にしてみるとよくわかりますこんな形に マスクが作れましたのでそうしましたら先ほどの復習ですけれどもこの画像というのをカーブの方に載せてくださいこうすると切り抜きができました移動ツールを持ちながら拡大縮小は自由自在ですこれでちゃんとマスクができているかというのを見るのには上に 四角をこれを再背面に持っていくと形で抜けていることが分かりますそうしまして今ここに赤の縁がついてしまっていますので境界線をなしにしましょうこのように綺麗な切り抜きができました 若干自分が気になっているところがあるはずです。例えば、ここですね。ちょっとずれてるって感じがしますよね。こういうところは大きく拡大をしましてですね。そして、ノードツールに持ち替えます。そして、ここで点を押しますと、ずれているところを直すことができます。カチンと押したら、こういうハンドルが出ますので、カーブが 本当にちょうどいいのかですね。この辺をこうやって修正していくといいでしょう。はい。厳密に言えば、もう白いところを全く出さないぐらいにしていきます。 ハンドルとポイントをこのようにしながら編集していくことができるわけです。そうしますと、より正確な切り抜きができるようになります。最後に一つお話をしておきます。レイヤーのツールをこのように引っ張り出してきましたので、これを元の位置に戻すというのは、この左角ですね。ここを押しながら、 このスタジオのエリアですね。この右側のことをスタジオと呼んでいますが、そこに戻してあげると戻ります。もう一度言いますが、このレイヤーだけを引っ張り出したいときは、こうやってレイヤーだけ引っ張り出せます。また戻すときは、レイヤーだけ戻すということもできます。そして、このブロック全部を動かしたいときは、この左の 角ですね。左の角を押しながらこのように持ってくるとブロック全部が移動できます。また戻します。パレットの出し方、収め方も覚えておいてください。どうでしたでしょうか。今日は僕の喋り方もいつも以上にゆっくり。 ゆっくりした喋り方でお話しさせていただきました。それほど初心者の方にとってはとっても難しいところになると思います。何度も繰り返しながらやってみてください。それでは今日は切り抜きの達人になってもらうためのテクニックをご紹介しました。村長スタジオでした。